エイジェックス1、ターゲットに接近中。距離2000メートル。こっち見てる。敵3名、RPG を所持。こっちは地球の裏から狙い撃ち。向こうは50年前のソ連製で、なんだって無駄なあがきを。エアコン機化したベガスの車両の中では理解できない。ターゲットロック。撃て。発射しました。電源はどうした？無所の電源が非常用になりやがって、自慢のスピーカーの音がガタ落ちだ。上で起きているトラブルのせいだが、その件で手を借りたい。無所の暴動なんざ興味ねえぞ。いや、もっと面倒なことなんだが、今度の報酬はいいぞ。知っているか、イヴァン・ザ・テリブルだ。どんな手を使って手に入れたんだ？君のやる気のためなら何でもやる。警告だが、監視はほとんど殺されて、そこら中で囚人が荒れ狂っている。君はその中をくぐり抜けて外まで会いに来てほしい。分かったな。あんたのために俺が働いてるってバレちまうな。 2,3 分待ってくれ。伝説の囚人？アホくせえ。クソったらのヨタ話に決まっとる。ヨタ話じゃねえみてえだ。マジかよ。俺がやってるわ。お前の最後の仕事だ。
そこには最低の野郎がいる。やつが出しまった。地下を吹っ飛ばして生き埋めにしろ。くそ、えらい嫌われようだ。けんなよ、あいつと一緒に埋めようってのか。はい、もしかしてあいつか。
ビビってんのか。もう出られねえぜ。死にやがれ。このネズミってか。しやがったらどうなる。死ね、クソリアル。いい車だ。デンジポルスでも壊れなかった車を見つけてきた。アメリカの博物館まで行ってな。私と同じ電子時代以前の代物だ。頼みたい厄介事はこれか。この空を直せってのか。言いようによってはな。これには君の友人たちが絡んでる。ビッグマウス、ジェントゥシェハ・デュドミラ C4。